いやハロー、どうもこんばんは、マジ大丈夫芸人浜です。はい、ただいま1月16日日曜日の、午後7時58分になろうとしておりますね。はい、今日はうちの母は仕事です。明日明後日休みなんでね、ちょっと明日明後日はもうリアクション撮影できないんで、まあ今日またできるとこまでやろうかなと思ってます。今カンピオネ5話まで 見終わりました。はい、続いて6話ですね。まあ5話はまあ日常会やったですが、最後が急に不穏になりましたね。はい、ちょっとなかなか理解ねしきってはいないんですけども、面白くなってきたかなと。はい、では自己紹介。僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカを刺してタンバリンを叩く世界で唯一の技の持ち主です。はい、この本の著者であり現在40歳、下歴は16年目のマジシャン、大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて25歳で会社員を辞めマジシャンになりパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活しております。めちゃくちゃ自粛してます、節約のためね。そんな中アニメにハマって、約1年10ヶ月で550〜560作品見てきてます。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今は、アニメリアクターを根性でやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどなど、すべて説明文に細かく書いてあるんで、ぜひとも読んでください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストに、作品ごとにまとめてますが、過去の動画ほぼなくなってます。最後に理由は説明します。はい、で、パフォーマンス、ジャグリング、雑談という、リストには、まあ、その名の通り雑談やら、僕のパフォーマンス動画、ジャグリング練習動画など、そしてアニメおすすめランキングというところには、その名の通りの動画を載っけてます。で、過去のパフォーマンスという動画には、もう古いね、もうずっとね古くから動画撮り続けてるんで、その辺のダイジェストね載っけてますんで、ぜひ見てやってください。はい、今年9月頃でかい発表あるかもしれませんので、お楽しみに。ではいきます。 D アニメストアです。3、2、1スタート。はい、動かない。はい、すいません、たまにあります。スタートボタンを押してから動かなくて画面をタッチした瞬間動く。ごめんなさい、もう一回いきます。3、2、1、スタート。集合で終わった。この現象なんなんやろうな。じゃあ、ボバンというカンピオーネが、どうやら日本に来ているということでね、マリアが連れ去られましたね、リリアナに。これボバンのあれかな。そうやな、捕虜みたいなもん。あれアテナじゃないこれ。ああ違うわ。あれ、あれ当てない今の。ここから6話、7話、8話と連続で撮影しながらいきます。そう、このブス島サイコに似たキャラどっから出てくるのかな。そう、あとこのサルバドーレ・ドニ出てきましたね、5話で。でオープニングではリリアナがね、うっとりしてるけど、護道にね。
ああ、そうそう、その4年前のな、なん。居場所わかんの？そんな簡単に。ああ、これゾンビか。要は死んだら栄養に使われてまうってことだね、ゾンビとして。オシリス、天秤。そう、リリアナやね、それが。ゴーレム。おお、無敵か。メスっていうのは死を意味するの。
神の将来ってだからあれか、どんな神を呼ぶんやろ。あ、出た出た。これ、2話やったかね。なんか狼おるぞ。要はその神を呼ぶのに、ユリが必要ってことね。高価値の資産。喧嘩売れってことか。言ってないな。アテナをやられたことがあれか、恨みになってるわけか。お。え、返してもらったの？あ、ああ、鬼ごっこか。
リアル鬼ごっこやな。30名死んでんねや。あ、死んではないのね。精神に重大な障害を被った30人が。これユリか。さっきの多いって言ってたんて、あれやね、紐結んでくれた30分たったか。リリアナが鬼かい。ほんで、うん、早ない。あれやな、ミッション運転してんのね、これね。あ、携帯ね。うれしそうやな。2号までは許すべきだな。どうやって撒いたんや、ここまでに。
ね、ゲートオブバビロン感があっていいね。フェイトです。めちゃくちゃおるぞ。変身した。食うたで。え、食われたけど大丈夫なん、これ。ピンチやね。一旦撤退か。早っ。リリアナが見てんじゃない？見てないか。うん。一応ね、5話に藤村好美さん出てました。モブキャラでね。おーって思いましたね。で、これ2012年のアニメなんで、小倉優さんこの時17ぐらいですよね。すげえと思いながら、あの4話のアテナの回見てました。
はい、ってことで、終わりましたが、とりあえず、今回、何だっけ、このボ、ボバンというのは、末路ある神を、将来呼ぶために、ユリが必要ってことね。ほんで連れ去ってきた。で我らの所有物だみたいなこと言ってると。でまあ自殺、自分で死にますわっていうユリに対して、死んでら重木になるだけだ、重木やったっけみたいなことを言って戸惑わせた。ちょっと解釈お手かな、ちょっとあんまり理解できてないですけど。ほんで、あれですね、どうやら4年前に、もう末路ある神を呼ぶのに30人が犠牲になったと。なんか重大な障害を負ったかな、なんか言ってたな。でその時に無事やったのが、ユリやったと。あれ声かけてるアテナそっくりさん誰やろあれ。なんか冒頭でもなんかね、ここのなんか紐結んであげてたけど、 あのそっくりさん誰アテナので、どうやら、その、何サルバドーレにはかつて邪魔をされた。で今回はアテナを倒そうと思ってたけど、先にゴドーにやられたから、おいおい何してくれてんねん的なことかな。というなると、なんとも器の小さいやつ、そういうことでもないんかな。でまあとりあえず30分猶予やるから、なんか逃走中の最初の1分みたいなもんやね。で逃げ切ったらまあ助けてやるぞってことね。やけど、あの馬食われたけど大丈夫なこれ。食われたらもう使えへんのちゃうのか。まあちょっとまあそれもよう分かってないですけどね。まあまあとりあえず果たして逃げ切れるかどうかってことですよね。今一時撤退したから。うん、はい、まあちょっとあの 100% は理解できてないんで、あのまたよかったらあのコメント欄で教えてください。はい、ってことでカンピオーネ6話でした。よかったらチャンネル登録や高評価お願いいたします。はい、であの冒頭に言ったことの、説明ですけども、まあ今僕はアニメリアクターをね、まあちょっと貯金続く限り頑張ろう思って、今1年10ヶ月目ですけども、おととしですね、著作権の警告を2回受けて、3月から9月分の半年分削除してます。これちょっと本数分からへんのですけどね。で去年また警告ね4回受けてるんですよね。2回受けて1回消えて2回受けてっていう、まあ到底なとこにいかん警告やったんですけども、まあ、これによって、おととしの、9月19から去年の8月18まで1426本、337日分の動画を10月5日6日で大供養会生配信だって、まあ、消しました。気になった方はちょっとねアーカイブ見てみてください。でまあこれでね、あの再生リスナーほとんど残ってないということです、その期間の間はね。で馬娘がねむちゃくちゃ再生されてたんで、これが消えたことで今チャンネル登録者数再生数全く伸びません。マジでしんどいし、もうほんまにやめたいと悩みながらもね、今は根性を入れてやってるんで、やめるとねゼロになりますから、なんとか踏みとどまってる感じです。指一本でマジで崖にぶら下がって耐えてる、そんな感覚ですね。もう僕の再生数見てください、全部2桁ですからね。ようやってるわ、もうさこの1年9ヶ月10ヶ月ね。うん、ということでね、まあまあそれでもね、一つ誇れるもんがあったら、なんとか続けれるだろうということで、もこの投稿本数だけはね、あの落とさへんように毎日やってます。多分休んでないんとちゃいますかね。なので僕の投稿本数、ぜひ注目してください。で、この活動をやってたことでね、4名の方が、アニメリアクターとして僕を知ってくださって、ショーを見に来てくれはりましたんで、まあなんとかね、貯金続く限りは今後とも続けていきますんで、今のところはね、気持ちはまだ折れてないんで。なので皆さん、いつか僕のショーぜひ見に来てください。そしてね、会場でお会いしましょう。その日が来ることを願って、やってますんでね、ぜひ見守ってください。お願いします。はい、以上マジラジオ芸人浜田でした。どうもありがとうございました。